皆様いかかがお過ごしでしででょうううゆゆきちゃん野人ゆうきん中す、えー、前回ですね、マジシャン紹介シリーズで石田展開さんを紹介させていただいたかと思うんですけども、えー、今回はですね、日本記述協会会長初代会長、第3代の会長でもありますね、えー、小極祭天陽さんを紹介させていただきたいと思います。えー、私ね あの彼をですね生まれてる,生まれる前のことの、まあ、活躍してたお方なんても,もちろん知らないんですよね。で何よりですね情報があまりにも少なすぎるちょっとこれで、ね、寂しいかなと思いますね。はい、ではですね、えーまあ、知ってる限り紹介させていただきたいと思います。 1880年9月21日は福井県の鶴ヶ市に生まれました、えー、生まれはですね山田祥太郎という名前でした、えー、その前が旧姓ですね島田とか山田とか小曲祭とかいろんな名前があるんですけども最初の生まれはですね山田祥太郎という名前ですね生まれております1980年の9月30日まで存命、えー、して活躍しておられました日本の記術師ということですね、えー、日本における記術の発展と、えー、復旧に貢献した 功績により日本技術会の中高の外も呼ばれるお方でございます母親は技術師の小極祭天一の姉でありました子供の頃は大阪でですね、えー、子供の頃は大阪でですねデッジ奉公というものをですねやってたそうです えー、1904年に、えー、明治37年頃に「小極祭天一」に弟子入りして「小極祭天末」という芸名をもらいました、えー、兄弟弟子にはですね「小,小極祭天章や「小極祭天二」らがいたんですが「えー、天一一座」ではですね天一の手伝いをやりながら記述、えー、の腕を磨いていたそうです 師匠の天一が死去してからですね小曲祭天陽と改名しまして1912年大正元年に天陽一座を旗揚げし座長として独立し活躍しておりましたこの頃の得意技としては師匠の天一から継承した逆に両手の親指同士をひもできつく縛られるが日本刀を両腕の間に取り入れたり外したりすることができるという寒いというものが人気だったそうです 昭、えー、和教皇によりです、ね、不景気が訪れましてですね、えー、天皇一では、えー、財政が圧迫されていたため、えー、困った天皇はですね え尾形とのところにに相談しし行きました、えー、すると緒方の方からですね、えー、手品の世界をですね一般の人たちにも解放してはどうかということでアドバイスされまして、えー、当時手品の商品を一般人に販売することはタブー視されていたんですが天祐はですね1931年の 昭和年のです、ね、東京の新富町天洋技術研究所を設立しまして三越日本橋本店で手品商品の、えー、実演販売を行っておりました、えー、この実演販売をきっかけとしまして三越各店で、えー、実演販売を行っていくと、えー、好評を得ていき天洋一座の財政も好転するようになったわけですねで1936年の昭和11年2の4月には初代小極斎天章のハサ、えー、で、えー、技術界の発展技術指導士の 技術向上、親睦を深めるとしまして、32名の職業技術家がです、ね、目黒に集まって、ですね、職業技術家団体同好会というものがこう開かれたわけですね。そこで名誉会長に初代天翔、会長に天翔が就任しました。この同好会がですね、後の日本技術協会とこうなったわけですね。 え1941年、太平洋戦争により、手品商品の材料が手に入らなくなり、えー、手品技術研究所は一時閉鎖となりました。えー、終戦後、えー、再び天洋技術研究所を活動再開させたものの、えー、天洋は、えー、水中軍のでの舞台公演に、えー、時間を取られて、販売まで手が回らず、売り上げが伸びなかったそうです。1953年に、えー、天洋の6男である山田明がですね、えー、天洋技術研究所を新たな発想を。 の元、えー、刷新ししていきました。その後、1960年に株式会社化しまして、えー、これがですね、えー、天洋のですね、えー、この事前販売というものがですね、えー、なんとこれ、後の天洋さんなんですね。はい、名前の通りですね、株式会社天洋の前身であります。えー、この天洋技術研究所というのが作られるんですね。えー、天洋さんはですね、結構あの有名なですね、えー、手品の 手品の、まあ、ショップでございますけども、えーまあ、この辺で、ね、あの売られているところはあまりないんですね。東京に行くとですね、い、ま、ろ、あ、んなところで売られているわけなんですけども、この株式会社、天陽の前身がですね、この天陽さんの名前からこう付けられたらということですね。えー、なお、天陽の弟子でもあります、初代引田天光ですとか、えー、島田春らはですね、デパートでの実演販売をこう行っております。 彼は1964年に辻、えー、なしというかですね、鬼師を引退という形になりまして、日本記述協会では多年にわたってですね、世界に通じる活躍をしまして、日本の記述界に貢献した、鬼、え、筒、ー、に対して天野の名を冠した、小極祭天陽賞をですね、12月3日の記述の日に贈っております。えー、ちなみに、えー、彼の弟子にはですね、小極祭紅葉小極祭天章などですね、たくさんいらっしゃるわけですね。は ということで、ね、本日はここまでですね。はい、というよりもですね、えー、最初にお話した通り、えー、日本技術協会の会長でもあり、そして株式会社、天洋のですね、 まあ、天使となるですね、えー、ものを作ったにもかかわらずあまりにも情報が少なすぎる。と当時ね知ってる方とかねたくさんいらっしゃるとは思うんですけどその方がですね、えー、ちょっと書いてくれてたらなと思うんですけどあまりにも情報ちょっとね情報が少なすぎるということでね、えー、本当にあれなんですけども、えー、小曲祭天王さんはこういう形でですねお活躍をしていたということでございます。 はい、えー、次回はですね、初代引田天功さんを紹介させていただこうかと思いますので、ぜひぜひそちらの方もですね、ご覧いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。またですね、小曲祭天章につきましてもですね、またこれも紹介させていただきたいと思いますので、でその後ほどね、えー、お楽しみいただければなと思いますので、えー、ぜひぜひそちらの方もご覧いただければと思います。 えー、もし、ね、このチャンネルがね、えー、いいなと思っていただけた方はですね、えー、ぜひぜひチャンネル登録、そして高評価のボタンをですね、ぜひぜひ押していただきたいなというふうに思っております。はい、ということでね、本日の動画はここまでとさせていただきます。えー、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また違う動画もですね、えー、ぜひぜひご覧になっていただければと思いますので、えー、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではまたの次回お会いいたしましょう。それでは、またお会いしましょうね。グッバイ。